ゆうりチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、ゆうりです。ジェンです。前回、はい、ゆうり、はい、手術しましたっていう動画、はいはいはい、あったの覚えてます？ありました。あの動画、LINE ニュースとかすごいよ、マジでヤフーニュースになってたらしい。見ましたね。すごすぎる。ちょっと、本当にごめんなさい。マジでなんか、やっぱちょっとさ、痛さとか大げさだから、いや、めっちゃ痛かったけど、ニュースにするほどではない。いや、マジで本当だよ。いや、マジで本当にごめんなさいと思った。でも、世間の人は気になるんだろうね。なんかの記事でめちゃくちゃ細かく書いてたぞ。ユーリ、こうやってブチッとられて、痛かったみたいな、お医者さんに、その思ってはいけない感情を抱いたって冗談交じりに話していたとか、なんかいろんなこと書いてあったのよ。そこまで書かれるんだね。いや、本当になんかちょっとなんか逆に恥ずかしかったね。だってあの動画めっちゃ伸びたもんね。伸びた？マジ？すごいよ。いや、嬉しいよね。いや、でもなんか本当に、でもごめんなさい、本当に反省してる。今心配かけすぎたから。そう、心配かけすぎた。やりすぎたな。ただなんか、まあ本当に大丈夫だから、皆さん本当ご安心ください。はい、まあこれでまあとりあえず言いたいことは1個終わったんだけど、はいはい、もう1個あるんだよね。はい、純が、はい、こう最近こういろいろ歌手活動してるじゃないですか。うん、アーティストじゃん。そうだね。ただなんかそのいびきすごいうるさくて、はい、純の、はい、一回口の中見せてって言ったの俺。でバーってやったらさ、ここのコブみたいなのが2つなんだよ。で、あれ病院行ってもらったのよ。なんかそれのせいで、なんかいびきとか喉が結構なんかあれなのかなとか。そうだね。調べてもらったの。はい、それどうだったんですか？病院行ったんでしょ。はい、なんかボコってなってるのが扁桃腺っていうんだけど、それが大きくて、自分も大きいと思ってたの。で、見せても大きいっていう。いや、激ヤバでしょ。めちゃくちゃでかくない？見たことない。え、激ヤバよ。だってキメラズにも、前会った時にジュン連れててさ、マジ引きしてたよ。え、これ結構やばいんじゃない？って病院行った方がいいって言われて、結局病院行ったの。はい、それで見せたら、なんかそんな大きくないって言われて。そんな、マジ？なんかもっとでかい人いっぱいいて、俺の大きさだとまだいびきにも声にもそんな影響してないみたいな。へえ、悪い影響はないみたいな。マジ？悪影響な？悪影響？で、いびきの原因って何なんですかって聞いたら、半端ないもんね。ここで皆さん、いびきを聞いてください。で、その鼻も悪いから俺。鼻も悪い。そう、鼻炎持ちで詰まってんの。それ。そう、詰まってんの。だからそれも原因かと思って、それも聞いたら、別にそんな鼻も普通ですって言われて。顎が小さくて、いびきをかいてるかもしれないって言われた。顎がないってこと？そう、多分。顎ないよ、俺。顎がないってどういうこと？こう後ろに引いてるってこと？引いてんじゃない？そういうこと？うん。顔がちっちゃいだか。かな。だから、その、いびきの対処法としては枕を変えるか、横向きで寝ろって言われた。いつもどうやって寝てる？横向きじゃん、いつも。え、仰向けもよく寝る。で、ね、手こうなっちゃうの。寝るとき。じゃ、薬もなし？薬もない。鼻シュッシュするやつだけ。お、そうなの。え、じゃあこの動画何？これ何？これ何？何のためにとった？あ、でもなんかこの後、もし睡眠時無呼吸っていうのがあったら、やばいらしいから、その検査キットが送られてくる。なるほどね。だから俺も最近結構なんか、いびきで前自分で起きたの。マジ？自分の病気起きた。やばいね。しかも、ボンッと起きた。それ、動きは確かに。動き、ここって。なんてない、なんてない。絶対違う。俺、めっちゃ息吸ってるもん。で、音が出て、起きちゃう。起きた。俺、いびきかいてるって思ってました。え、いびきかく？かいてないよね、多分。かいてるのよ。え、どんな？動画見せていい？あ、撮ってんの？見せてくれ。ちょっと、しかも、マジで、一昨日ぐらい。結構さ、変わんなくない？いや、変わるな。え、これ俺の声。起こそうと思って。すごくない？書いてんね。いつ？おじさんじゃん。ゆりちゃんで全員おじさんじゃん。ね。いや、でも、多分、やっぱみんないびき書いてんね、結構。そうだ。結構、これ多分見てる人も、いびき書いてる人いっぱいいると思うよ。でも相談できないじゃん。いきなり病院行くとかね、いびきで。あれじゃん。だからやっぱゆりチャンネル、率先していびき直していこうぜっていう。はいはい。そういうチャンネルにしようかなって。
俺はユーリかっこいびきチャンネルに変えてくれって思ってたんだけど、ジュンはさ、まあ、飛び切りやばいわけじゃん、うん、で、ジュンってなんかあの寝てる時のいびきを撮ってるんですよね、うん、撮ってる、で、飛び切りやばいやつちょっと乗せてってね、マジで。大事な、大事なやつで、なんかこれが治るまでの奇跡っつうの、うん、ああ奇跡って道のりね、うん、そうそうそう、そっちの奇跡ね、奇跡の方ね、そうそう、奇跡、うん、いびきが治るまでの奇跡を、うん、なんかこのチャンネルで見せれたらなって、うん、だからなんか枕とか買いに行こうぜ、うん、マジで素敵な枕買いに行こうぜ、治んのかって買いたいっす、治ったら、うん、払ってる、治ったら払う、治んなかったら逆にもう俺払ってあげる、マジで、あ、これだってだってそれはさ、出費じゃん、順的には結構痛い出費じゃん、枕買ったのに、いびき治ってないじゃんって、それはなんか順的にきついじゃん、はい、だから治んなかったら俺出す、マジか、でも治ったら出してくれ、そうだね、うん、出すわ、それは、うん、だろ、うん、結果に伴って、そう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 、じゃあ何個も買ってくって感じ違う、この枕は違ったってなって、シャンプさん毎月レビューが出せるこの枕確かに12月、人によってちげえだろそうなんよ、高さとかあるじゃん、うん、え、なんかさ、あれオーダーメイドでも作れるらしいからね、枕、うん、あらしいね、あ、え、枕って今どんなの使ってんの、ね、これちゃんとやばいね、これでもね、何、俺も結構いいの使ってんの、そうなの、自分で作ったの、うん、自分に合わせて作った枕じゃない、枕じゃない、もう無理だ、もう無理だ、終わった、あ、でもそれは自分の好みに合わせて作ったの、だから合ってるか分かんない、正直、あ、そういうことね、かい、あの、自分がほんと硬いのが好きとかって硬いのが好きとか、そうそうそう、あ、そうなんだ、ちゃんと測ってもらうんでしょ、いろいろ、多分そうだ、それで作った方がいいんじゃない、うん、そうだ、確かに、え、無呼吸症候群ってさ、何、何、デメリット何あるの、え、デメリット死んじゃうの、でも、疲れは取れなそうで、なんて言うの、死亡睡眠時無呼吸症候群って言ったら死亡って出てきたよ、マジっすか、え、怖っ、すぐやった方がいいな、確かに心配だな、睡眠時無呼吸ではないと思うけどね、でも怖いから一応検査する、いや、した方がいいよ、うん、絶対やばいな、うん、いやでも、はい、本当に、うん、いびきも怖いってことですよ、はい、うん、そうだね、でもこんなに運動してるのになるってことはやっぱりなんか原因なんだよ、うん、絶対、うん、なんか、なんかやっぱ無理してない、違う、顎はちっちゃい、え、でもさ、その睡眠時無呼吸は多分あれじゃん、人間時計とかもさ、うん、また別じゃん、それはなんかしっかりあの検査キット来て、うん、なんか測って、うん、測ってとか調べて、うん、なんかいろいろ直していきたいね、そうだね、という感じで皆さん、病院に言われたままに俺たちちょっと行動していくので、はい、まあ、順の枕がいけないなら枕買いに行くし、うん、とりあえず今回一番言いたかったのは、うん、まあ、もちろんそれも言いたかったけど、はい、本当にニュースになってましたけど、はい、全然大丈夫なので、はい、皆さん安心してください、これからも僕たち体に気を使って頑張っていきたいと思います、はい、チャンネル登録とグッドはお忘れなく、皆さんまた明日、おい、やめろ、明日はジュン君がネットニュースなりません、なるほど、なるほど、アキネーター出てたな、出てた、全員出てた、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、ということでバイバイ
チャンネル登録お願いします。